スタートウェアエンジンジズ言いたい放弾始まりまりす、はい、今回はですねちょっとベタにベタあの車の話をしたいと思うんですけどフィットみたたいいな話をしたいんですねあのちょうど B セグメントがホンダとトヨタから出てきて、えーまあ、タイムリーだったなということとそっからあれに乗った辺たりからあんまり取材してないんでこうアップデートしてる情報も。 持ってないなとこもも実はあるんですけれどもまあ改めてえ話をしたいのとあと清水さんとはあのモーターマガジン誌の連載「ソウル」の方でえフィットとまあフランス社の DS3 を比べたんですね乗り比べみたいのをしたんですけどまあその心はフィットの開発チームがえー今回は今まではホルクサーゲンポロしか輸入車の参考者見てなかったのを。 C3 を見ましたという話があってでフィ、ねね、ットを見るとなるほどねっていうところもあるんでで DS3 の場合は DS3 クロスバックですねこれがあの「プジョシュトレン」の新しい新規プラットフォームなんですよ。本、ま、田、あ、が見てた C3 は古いプラットフォームですけど新規プラットフォームの初出初出しで,でこれが「プジョン208」とか「 C3 とかにまあ使われていくことになるんで、うん、ちょっと見てみようというようなこともしたと。本来だったらもう今ガンガンに比較テストとかやれてるとですよね。そういう意味ではちょっとまだ経験足らないんですけどね。あのコード一応載ってますけど、うん、もうちょっと乗り込みたいところではあるんですが、うん、まああのたまにはこういうベタな話もいいかなと。そうですね。うん。 じゃなくて王道です王道道でですすははいいだからなんか自動車というとドイツ車一辺倒的なねドイツを見,見ろみたいな、はい、でもやっぱり彼らは速度無制限のアウトバーンがあるから、はいはい、どうしても車作りが何だろうこうスタビリティ重視になってきてね、うんうん、でステアリングでこうなんか感じるっていうのはやっぱり、うん、フランスイタリアの方が上手だよねね、うんうん、そうです、ね、だからホンダがそっちを目指して何、はいはい、だろうヤリスがむしろドイツ車を目指したのかな。そうですねスポーティー、うん まあ高速性能みたいなところですかね。うんうん、あとまあそのやはりこの B セグメントって言われてるものはベーシックカーですからまあ車にとのんでしょうお米とか欧米風に言うとブレッドバターとかいうところなんでまあここをウォッチングするのもすごく大事かなと思っていてそうだねこのベタなヤリスフィット、はい、あるいは板フラーの車を見るときに、うん。うんうん ちょっと参考になる数字が昨日から発表になったんですけど2020年4月の軽四輪車軽自動車の新車販売台数の速報前月同比前の月と比べて4月は47.6%しか売れてない3月に売れた台数に対して今月4月は半分になった先月か。 で前年同月比2019年4月で比べると66 34をしますとつまり K しか売れなかったっていう時代がこのコロナによってなんか K が売れなくなったねっていうのがあってむしろこう経済的に厳しくなると K の方が売れるのかなと思ったら意外に K が苦しいんでるという数字が4月で出てきたんだけど。 ここにやっぱりフィットヤリスの存在あるいはダイハツの DNGA で出てきたなんだっけトヨタのライズあとそれはダイハツの K も絡むんだけどプラットフォーム的には。んかそこに新旧交代が今始まったたのかないう気がしんだけどあよくフィットヤリスみたいなものはもう日本だと軽自動車。 に勝てないんじゃないみたいなところもちょっと言われてましたよね。あの軽があまりによくなった。僕が買ったラリーカーのヤリスの一点五リッター C V T もフロアマットもいらないよっつたベースで百六十七万とか。で、あれもっと下のあのダイハツの三点エンジンのケータちゃうじゃないですか。とも百三十万とか。あの一リッターのやつですね。あれ意外といいんですよね。そうすると軽とも変わらなくなるそうそうですそうで でも経営の方は多分リセールバリューがいいんですよねそだと中古車高いですもんでもそれはやっぱ価値があるって認められているからでエリスフィットのクラスがもっと魅力があればゆくゆくはリセールも良くなるはずなんでまあここのレベルアップは必要で今回のエリスフィットは結構レベルは相当上がったんじゃないかなと思うんですよねまあいずれにしてもかこう新しいムーブメントが 来てることは間違いないし、はいうん、まあ、そのフィットヤリス、まあ、ボンちゃんはフィットでレースやり。あ、そんな話しますか。え、はい、<laughs> ちょっと早出。はい。は、ま、やだし。いや、全然いいんですけど、あの、もう、すでに清水さんのヤリスの。解体ショーが始まって、そ,うですね、それも動画に上がってるんで。上がってて、僕の方も、もう取材してあって、うん、動画も、もうできてるんで。ほぼ編集済みなんで、上げますが、これから。あの、もうバラバラにして。ボンちゃんはね、<お>ヤリスでね、レースやるの。 ヤリスです僕はフィットごめんフィッで僕はヤリスでラリー入れるんで今両方ともじゃあちゃんとホワイトボディの状態にしてまあそうですね全部もういってバラバラにしてもうバーベキューでフロアの床下から全部補強し直してロールーもうちの場合はねヤリスの場合は24点式入出ると24点式だって全日本出るからこうちもだからじゃあ吹き手を作ったんですよ 出たばっかりの車でロールケージ入れる苦労。これも含め。やっぱね。おっしゃる通り。これが一番ハード高いですよね。おっしゃる通りです。まあまあ、そこはしょうがない、しょうがないんだけど。でも、まあ、ちょっとき、あの、面白いネタ言っていい。まあ、僕は奥山ガレージっていうところに入れてるんだけど、まあ、奥山さんとはもう三十年代。まあ、特にスバルのラリーカと色々お付き合いがあるんですけど。まあ、ちょっと奥山さんと話したら、まあ、奥山さんのところは今新しい。 ヤリス、うん、の3ドアの GR ヤリスもやってるんだよね、はいでまあ、これは予想なんだけど、はい、あの奥山さんもさすがにそこははっきり言ってくれなかったけど、うん、3ドアと4ドアでやっぱりた例えばスポットの感覚が違うと、うん、だからあの3ドアの GR ヤリスはかなりもうラリーを前提にしてボディはしっかり付かれてる特別仕様4ドアの方は 普通のスタンダードなでスポットはもうちょっとあの感広がないとだけどあの4ドアのやつ5ドアのやつねドリルでもう床に穴が開かないぐらい硬い鉄板を使ってるとかかなりやっぱりね車体はね TNGA のトヨタはやっぱ頑張って5ドアのスタンダードなやりとスと3ドアの方も何だろうただ3ドアにして。 ターボ分くっつけました。四駆でスじゃなくて、ちゃんとベースとなる四クも、うん、あのボディーワークもしっかり作ってみたいよ。いやフィットもあれ、うん、ま、これも動画で上げるので、うん、えっと詳しく見ていただきたいんですけど、うん、やっぱ向いてみるといろんなことわかる。わかるでフィット3。あの仙台フィットのレーシングカーも実はそこにあるので、なるほどフロアのこう中から見比べてみると、うん、この鉄板の合わせ目とかあるじゃないですか？ 全然違うあこっちはプラキャリオーバーだから大したことないみたいなことを言われてたじゃないですかもちろんサスとかいろいろやってるけど、まあ、その市場にも出てないことがやっぱ向いてみると分かるんですけどだからさプラットフォームの概念ってさ、はい、これもまたね<う>ミスリードしやすいんだよな、うんうん、そ生産上の,その設備の投資から来てる話だからい思いっきりされてますあれ実際の作り込みのところは全く新しいプラットフォームって言ってもいいんですうね。 そそれこそスポット溶接なんか昔に比べると全然間隔が狭くて今ね N1 作る時にスポットシしてしちゃいけないんです昔はよくやってたじゃないですか。ななの仕方いいいところしかやっちゃいけないですそう昔はよくスポットマしバリバリにやってやってたんだけどでもそのまあ玉 c プロさんっていうところで作ってもらったんですけどでももうこれスポットマッシ本当にいらないですっていう感じで。 こんなの見たことないってその普通のベーシックカーでちょっとしたヨーロッパのプレミアムカーみたいな感じだってりとかかさそれとお互いにトヨタとホンダの車体設計の連中呼んできて一緒に見たり乗り比べたりしてなんか面白いからやりたいんですよねそうですねだ僕撮ってきた動画ガレージで撮ってきた動画を僕でもアマチュアは分かんないですけどそういうボディー作りとかしてる工場の人とかだったらそれ見るだけで分かるかもしれないですしあとあの。 サイドシリールにウレタン充填すごいやった。あ、音振動ガッツン。<う>だからあんだけ静かそうなんです。であの町のチーニング屋さんでサイドシリール入れるの流行ったじゃないですか。うん、そういうところじゃできないってって<で>これはってことはさ、これから新車のインプレかぶとき向かなきゃ向。向かなきゃだめだね。玉ねぎぶいて中見てみなそ,そうそうそう。うん、だからあのすごくまだ乗ってないのに向いてみて、車作りしてる人と話したら。 いろんなこと分かかっって面白ただからロールバイ入れるボディーワークのショップの親父っていろんな、はい、ベースを知ってるよね。でも自動車メーカーのエンジニアもさ、うん、その辺まで突っ込んでさ、うん、なんかだから前後重量配分とかにもすごい詳しいというか、うん、ジグに乗せるんで乗せて歪まないようにするんでジグにうまく乗んねえからここに思いつけなきゃみたいなのをやってるんで、うんうん、重量のこととかも配分のこととかもよく見てんですよね。 なるほどすごいな。ニュル出るわけじゃないよねそ,れその車でも昔からはアンメイクレースでもあるぐらいミラージュとかシビックとかやってた時もあれぐらいやってましたけど、ね、やっぱりこう、はい、差がないカテゴリーほど、うん、そういう目に見えないところの,そ、ね、そのどこまできちきちやるかで大きく後でね、はい、そ,それでも車両代より高いですよね、うん、多分作る代が。うん 僕らプライベートでねプローバーっていう会社で2004年5年かな GDB でインプレッサーでニュー行ったんだけど2年3年ぐらいいったかなあれはもうちょっと群馬の人とお願いしてもうホワイトボディーから重量結果的に重くなるんだけどやっぱり合成と強度って大事で合成だけじゃダメでね。 特にニュのの場合は,入力は上下の入力だかでラリーってもっと上下の入力あるから、うん、もうスタートの取り付けとかねあの富士とか鈴鹿走る車以上にやっぱり飛んだり跳ねたりすると強度も上げなきゃいけないんで、うん、重量も重くなっちゃうんだけど、うんはい、そのベースのボディをガチッと作っておくとすごく後が楽ですね。 だからちょっとね、あのーまあ、モータースポーツも今この状況で進んでないんで何、えー、とも言えないですけれども是非清水さんが作ってるラリー・アリスとうちで作ってるレーシングフィットハイブリッドをどっかで乗ってみて。 乗り比べしたいしそこにトヨタとホンダのエンジニアも呼んでみんなで乗り比べてあとノーマルも持ってきてだからフィットにとっての僕はねヤリスが敵じゃないと思うヤリスにとってフィットがライバルじゃなくてお互い世界で戦ってる日本の代表選手じゃないですかだからそこは一緒にねお互いをまエール交換みたいなこともいいかなと思うんですけどねだから清水さんがヤリスで上位体に出てくればいいんじゃないですか 同じピットでだけど俺たちはさ C V T なんだよ。燃費悪いんだよ。まあ直線長いからな C V T よりもまあでもちょっとやりたいんだ。まあそれ究極の夢というかまずちょっと走らせてそっちもじゃあちょっと C V T のフィット作ってよ。C V T か。でもツーペダルですようちもハイブリッドですから今。じゃこちがハイブリッドでもう一台作ればあそうそうそれ一番面白いですよトヨタのハイブリッド対ホンダのハイブリッドで。 なんか戦っってて金万ももら <laughs> そうなんですよちょっとねいろいろつらいですけどやっぱりそういうベーシックカーで、うん、ヤリスもフィットも、はい、僕でも今新しいヤリスはちょうど乗る予約をして、はい、取材の予定を全部入れたところでこういうあのあ<ー>世の中があの外出やめましょうみたいになったんで。 もう本当に目の前にお預けにされた状態のまんまちょっと止まってるフィットは乗ったんですけどで今ねそのボディ補強でうんぬんっていう話をした時にやっぱりこう普通普通の道で乗って柔らかいとか頼りないとか剛性感があるとかっていうのと競技で使ったりサーキットで走るまあラリーなんかなおさらですけど全くレベルが違ってっていう話を 見てる人たちどのぐらいまで分かってくれたかなと。ものすごいお金かかるっていう。ものすごい手間もかかる。でもね、あの僕去年までまあ T.R.D. のラリチャレからまあ最後全日本に2回出たんですけど、まああの時はビッツですからそんなボディ補強ってやってなくて、まあせいぜい最低限の6点式ローゲージ。あとはね前後のサス頑張って最終的に F.F. で。 リアタイヤが先に減ることっていう勝手にコンセプトを決めて、うんうん、あのまあボンちゃんも一回あの乗ていただきました。ナビゲーターナビゲートもやりました。はい、リアタイヤからドボの速行に落っこちるあってね。はい、だ出口完全オバッサーですね。FF、はい、で,でやっぱりケツから流れるっていうのが一つの速く走るコツなんですね、うんうん。今だから<で>昔はレース出てでもフロントだけは交換してリアそのままだったのが、うん、今四輪交換ですだからリアも使ってないと、うん。 早くないですねで<ー>去年の高山の MSSC っていうね、うん、あの松本スポーツ科クラブのラリー出た時に初めてかな、まあ、SS で全日本で1か所か2か所ぐらいトップタイム出してるんだけどそんなことよりも初めて下りのコーナーでケツカが単位で入っていけるサすができるようなまあ走りもね。ジャニティーみたいな走りもまあペースノートって左足使うんだけど、ね、<laughs> あのそうするとねむしろ、うん。 本当に F. I. R. で面白い。うん,うん。うん、ね。こう、けつから入れる F. F. 作ったら、こんな楽しいものないよ。うん、で、これはね、なんでかというと、もうレオネ時代に、どれほど。フロントからアンダーステアじゃない。うん。回らない車でも、頭から崖け起こってたかっていうトラウマがあるから。うんうん、もうけつから流れる、流れて入ってくるってな、うん。うん。もう神が降りたような走が。はい。 <laughs> 40年かけた俺の理想のドライビングができたみたいな <laughs> ルノースポールの FFK って結構その自由度が普通の市販車としてあるんですよ、うんはい、それで言えば、うん、やっぱりね「10」はい「プジョ106」はすごかったですね、はいうん、スパーンっていきましたけねあれをね箱根のね <laughs> あのスカイラインウェットでねケツから入ってった走りがね、まあ、こんなこと言えない <laughs> それはその ビッツは、うん、あのシーズンを戦ううちに少しずつそれこそサスペンンションの改良でそこまででで行行けたんですか、ね、行けたたんんすす、まあ、トヨタの人にお願いして GRWC で戦ってるホンちゃんのヤ,、うん、ヤリスのフロントの固有振動数リア、うん、フロントとリアのいわゆる硬さね、うん、固有振動数の配分を聞いて、うん、結構それに合わせてったんですね。うん そしたらあるところにやっぱ黄金比ってあって、うん、やっぱりねでちゃんと操縦性出せるのね<ー>だからやっぱりねそ,<う>それが見事に当たって、はい、今その車はあのまだ残ってるんです3つ、うん、なんで、うん、でもねあれは本当のホットハッチだなとああいうのをこうなんか量産で、はい、出したらねもうみんな。 ハハッッピピーーなとだね昔のそれこそ106ラリーとかはちょっと動きが早すぎて手に負えないことがあったんですけど今やっぱサスの設置変化がすごい抑えられてるんで流れてもコントロールしやすくなってでどんどん。でケツが流れたらアクセル踏んで前で引っ張りゃいいから FR はケツが流れたらアクセル踏めなくなるからやっぱりね FR より FF の方が一個ねんだろうドライバーから見ても。 個テククニッなないいと乗れんだよね僕も BMW2 シリーズグランクーペで思ったんですけど乗ってね FF 系なんですよ。これ FF のが早いなまず特に FF 系 AWT とか全然早いわ。JTCC やってたじゃないで唯一 BM が FR だったけどやっぱほとんどのケースで FF に変わらなかったもんね同じ2ー n a でスタートだけでしたよね早いの。 あれででも重量差をちょっとつけてましたよねレレギュレーションでそうだね。うん、ニューツーリング面白そうではあるんですけどあの頃 BTCC 見に行った時に BTCC みんなカウント当ててバって入ってくるから <laughs>、うん、あそういうのなんだって思ったことありますねだからだからんかこうよくね Google とか見るともう、うん、あの FR のスープラとか、うん、86じゃないとダメみたいなねそれは全く間違った考え方で。 実はカミソリみたいに切れるハンドリングの FF は究極だよね。うはい、そうですね。うん、GTR でチューニングもやっぱフロントの駆動配分を増やしたり、フロントタイヤのグリップ上げていくとどんどん速くなるんですよね。ねそういう意味ではね、はい、高井さんがナビの編集長時代にやった DST で、うんうん、アルファのなんだっけ147155 147の方がい年ぐら要はさ何でも普通の FF のプラットフォームなんだけどでもアルファマジックにかかるとダブルレンチェンジなんかやるとこれお前当にエに FF かと思うぐらいケツからこう入ってくるような感じがあるよね。あれ乗るとイタリア人ってアンダーステア嫌いなんだなってぐらい。 アルファロメオ好きっていうかあの、うん、ロメオっていうおじいちゃんたちは、うん、昔のコリ駆動のアルファが最高だ、うん、って言うんですけど、はいはい、アルファロメオは今このもう2020年から振り返ると、うん、実は FF のマイスターですよね。うんうん、まあそうですね。いや本当本当そう思うんだよね。<の>だからま,まさにアルファにはその黄金の尻を持つ男がいるんだなってナビに一回書いたことあるんだけどね。七号、うん、の次が一号でしたっけ？ 7号の後はだいぶちょっと空いてえっと1五五はね随分ん後でその前に1六四とかでクワトロプロジェクトっていうのがあって下の来るクラスはティーポ3 3っていうフラットフォーのハッチバックとかで一時お茶を濁しててそのあと1五五プラットフォームになるんです。あれが結構良かったし まあ人気もすごいそうだね、だからまあアルファしかり、うん、プジョ106代にしかり、うん、で昔のミニもそんな感じだったんだけど、うん、まあ BM はドイツが作るようになったらもう普通のなんか巡航型のね直進安定性、うん、直進番長的なミニになっちゃったけど。